皆さんこんばんは、リサです。はい、というわけでですね、自粛中でいろいろお洋服とか買ったりっていうのもあったんですけどね、まあ夏に着れるものもあるんですけど、春服でもちょっと着れないかもみたいなね、お洋服たちがちょっと拗ねていたので、今回はそちらの方を着てやっていこうと思います。はい、というわけでね、草に引っかかりながら選手登場です。はい、というわけでこちらはですね、まあ、あの春服ということで買ったんですけども、夏もいけそうな感じですね。こちらのリボンにねなってるかと思うんですけど、ここはポイントで可愛いんですけど、 2way でなんか付け替えられるパーツがあったんです。見事に関根選手2秒でなくしました。悲しいです。多分家のどこかにはあると思うんですけども、 2way が 1way になってしまったということをここにお知らせしておきます。はい、こちらはですねパンツに合わせましたが、スカートに合わせるともうちょっと甘い感じかもですね。はい、でこちらはですね、ちょっとなんかアシメな感じのカートになってるワンピースなんですけど、なんか私これ着るとすごい腕太く見えるというか、自粛中腹筋をやってたんですけど、腕の筋トレ2ヶ月近くやんなすぎて二の腕マジ太くなったので、余計似合わないっていうのがあります。残念。でもこういうやつパーッと着てスーパー行ったりするのめちゃくちゃ楽なので、こういうなんかちょっと T シャツ素材みたいなワンピースめちゃ好きなんですよね。ちょっと今日からマジみんな見ててな、二の腕痩せするからな、まあ見ててなっていうことで、そういうお洋服です。イエイイエイっていうことですね。はい、また木に引っかかりながら登場いたしました。はい、やっほー、見切れてまたやっほー。というわけでですね、こちらはもう長袖少し暑くなってきてしまったんですけども、クレイミーのワンピースです。でなんかちょっとチャイナっぽいイメージのやつになっててですね、胸元がこんな形になっております。思わずね、皆さんディンタイフォンが食べたくなったんじゃないかなと思います。小籠包が今食べたいです。このような形で袖口も可愛いです。背中もね開いててすごい可愛いです。こちらこのカラーがね一番人気らしいですね。はーい、はい、では次です。次はですね、おっとキリッとしたやつが出てきた、どうしたっていうことなんですけども、はい、こちらはですね、ちょっと今年ミントが流行ってると思うんですけど、そんなカラーを取り入れてみました、我が家でも。はい、このような形で、はい、腕が細ければもっと似合うと思います。そしてこの目の前がね餃子のようになってるんですけど、開きます。そこに何も意味はないです。意味はないです。ということでね、はい、自粛中運動が足りなくて動きたくなってなんかねピヨピヨやっておりますけども、はい、そんな形です。私が着てもヒール履けば全然履けるぐらいだったので、はい、チビジャンズは着れるかなと思います。デザイン的にすごい可愛くて、なんか二次会とかで、結婚式の二次会とかでこういうデザイン着てるかっこいい系のお姉さんいるよねって感じです。はい、3着目はこちら、ピヨピヨと登場いたしました。はい、これこの前ねインスタ載せたらどこのですかって言われることが多かったブラウスになります。袖がね、はい、ということでね、なんかちょっと動き気持ち悪いですけども、はい、なんかトビウオのようなのでね、トビウオの動きをしているものと思われますからのクラゲ、はい、トビウオからのクラゲという、まあそういうトップスですね。これなんかすごい二の腕太く見えないんですけど、こういうちょっと透け感ある感じなんで、ちょっと今年透け感流行ってるんでいいんじゃないかなと思います。はい、そしてテケテケ登場いたしました、こちら。サイバー女子が着てそうな感じのお洋服かなっていうイメージ勝手に。で、これね、いいところはトップス1枚で全然透けないから、下がブラでも全然透けないっていう、この素材感はめちゃくちゃいいです。でも、ちょっと季節的に暑いかもしれないですね。こちらも二の腕の太さがバレないので、すごくいいです。で後ろもなんかリボンっぽくなってて、ちょっと V っぽくて空いてるのでいい感じのバランス感で、なんでしょうねこのハートは、気持ち悪いですね。はい、というわけでなんかよくわからない女が出てまいりました。そう、これもでもね人気で、どこのですかって言われたトップスで、この前動画で着たやつなんですけど、はい、こちらのものでした。でなんかねバレエの動きしててうさんくせって思うかもしれないけど、私3歳から本当にクラシックバレエやってました、面影ないですけども。はい、こんな形で後ろがねちょっとリボンっぽくなっているのでいい感じです。でこれブラヒモは見えないタイプなので、やっぱブラヒモがちょっとさ見えちゃうタイプの服とかってちょっとめんどくさいなとか、ヌーブラに変えなきゃとか思うんだけど、これはめちゃくちゃそのまま着れるので楽です。なんですか。はい、というわけでやっちゃいました。
ったーっていう、もう私ね本田翼になれるかと思ったのこれ来たら。なんかさ、こういう T シャツにこういうの着るのってさ、ノンノって感じすんじゃん、ノンノって感じするなーとか思って、ノンノ系女子になってみたいなーとかちょっと挑戦してみちゃったら見事に玉砕したっていうやつ。なんかね、やっぱどうなんだろうね、こう重ね着っていうのがねどうも似合わないんだよね。もう前世で重ね着とも何かあったとしか思えないぐらい重ね着似合わなくて、あの単体で着ると別にいけるんだけど、なんか重ね着することによってめちゃくちゃ私が着るとキモくなるんだよね。不思議、意味わかんない。だから単体で着ることにします。せっかくセットにして売ってくれたのにごめんなさい、単体で着させていただきます。私こういうね、なんかちょっとアイスブルーじゃないんだけど、こういうブルーってすごい色が好きなんだけど、いいじゃんいいじゃん夏っぽいと思ったのにこの仕上がり。そしてはいスイーと出てきました気持ち悪い人が。でまたこれ重ね着しちゃってるんですけど、 T シャツよりかはなんかまだマシだけど、なんかめちゃくちゃ似合わなくない、超キモいんですけどとか思って、これも単体で着ることにします。それぞれはね可愛いんですけど、なぜか重ね着私がすると一瞬にしてキモくなるから、なんか不思議、もうこのトリック不思議不思議っていうぐらい似合わないんですけども、元気よくね今日も強く生きていきたいと思います。さよなら。2個。はい、というわけでなんか変なやつ出てきましたよ、ジャケットプレイ。はい、来ました、皆さん知ってますか。はい、ジェネレーションギャップ知らない人も多いこちらジャケットプレイ、気になった方はググってみてください。華麗なジャケットプレイでしたが、はい、こんな感じで、これね実は上着の方は裏地がないから案外ね、夏の梅雨ぐらいの肌寒い時でも全然いけそうだった。で下はチビちゃんでもぴったりぐらい、これねサイズが SS なんですけど私でもぴったりな感じでした。でウエストにねあのベルトがあるので多少緩くても調節できるので、すごくウエストが細めの方でも着やすいアイテムなんじゃないかなと思います。まあでもアップはちょっとお高めよねっていうところなんですけども、まだ着れそうです。はい、というわけでなんか出てきましたよ、ピヨピヨしながら出てきましたけども、何ですか、はい、何ですかやめてください、そういうことをしないでください、そういうことは絶対にしないでください。というわけでね、こういうちょっとあの紐的なのがついてて、ちょっとね縄跳びもできちゃうよみたいな、エアー縄跳びだよみたいな、そういうアイテムですね。何でしょうか、気持ち悪いですね。でこれトップスがクレイミーなんですけど、リボンが2連チャンになってて、あのすごい可愛いです。ちょっとでもあの透けるので、あの中のねヌーブラのカラーはちょっと寄せたカラーじゃないと、黒とかだともしかしたら透けちゃうかもしれないですけども、バッグがすっごい可愛いです。こういうデニムのスカートと合わせたりするとすごい可愛いのかなっていう感じですね。結構短めのトップスにはなってます。スカートめちゃくちゃ可愛いですよね。でもなんかスリットそんなね長く入ってないので、大きく足を上げようとすると多分転びます。はい、来ました皆さん、じゃらん。はい、もう一丁、あ、じゃらーん。というわけでですね、こちらは、この前のね、ロブションのやつのね、時に着てたやつです。で、これはここでね、シュッと結ぶようになっているので、キュッと見えるし、いっぱい食べても、これ結び目のせいですっていう風に、結び目の責任で生きるっていうワンピースですね。で、裾はちょっと広がっている感じです。このね、リボンで縛ることですごく、お腹が目立たないので助かります。食べ放題に来ていけますねっていうやつです。オレイっていうわけで、まあそういうアイテムです。さらっと着れる感じなので、ちょっとそこまで出かける時とかに着やすいタイプですね。かわいい。これ1枚でなんか仕上がった感があって、背中も割と広がっております。こんな感じ、キリッて。はい、出てきました。じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん。これめちゃくちゃ好評だったの。もうね、ソールドアウトしちゃったようなのですが、ハーリップ2の小島春菜さんがやっている、ブランドのワンピースですね。こちらすっごく可愛くて、このね、くすんだグレーみたいなカラーとピンクのカラーがあって、ピンクの方がね、売り切れてた気がするんだよね、私が買った時は。で、セールで買ったんでもうないみたいなんですけどね、すっごい人気で、再販してくださいってインスタの方にもすごい書かれてましたね。でもね、これね、ボタンなので、ちょっと着脱はめんどくさいところがあるんで、私こういうタイプって、なんか後ろとかにファスナーがあってくれるとめちゃくちゃ助かるんですけども、まあちょっとボタンで開け閉めっていうところはありますが、すごく可愛いやつなんで、お気に入りです。はい、そんな感じです。というわけで、今日の動画はこんな感じでした。
最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。